前をぶっ壊し、親父と俺だけになる。お前を壊したところで。おら！固めて彫刻にしてろぜ。やっちまうか。殺していいの？殺した方がいいってあいつ。店員壊すのが一番早いんだけどな。でもお前死んでるようなもんだし、俺の命になってくれ。いい一日でしたか？煽ってんのかお前。煽ってんのか。ストレートってすごいな。よく飲めるな。ロシア人とかでもお酒強いよな。やたら。カナダとか。スタジオの明かりを消し忘れたのか。いや、確かに消しました、ね。アルコールランプ飲んでるようにしか感じないだろうな、多分。警察を呼びなさい。え？デトロイト死刑です。デトロイト死刑です。ラファイエット通り8941、カールマンフレッドのアンドロイドです。帰宅したところ明かりがついていて、はい、強盗かもしれません。全部リンクするね。見に行ってみよう。めっちゃ怖い。俺帰るわ。絶対怖いでしょそんなの。マーカス、私も一緒に行く。マジで。レオ。これは誰かと思えば。息子か。レオ。何をしてる。売ろうとしてるのか。金くれないから取りに来たんだよ。なるほどね。こいつ一枚で大金になるんだろ。それに触るな。なあ、どうせそのうち俺のもんになる。遺産の前払いってやつだよ。マーグス、今すぐ息子をここから追い出してくれ。追い出すか。やっちまうか。助言してみる。レオ、事態が悪化する前に帰るべきです。あんたはいつも俺を拒む。え、なあ親父、無視された。俺じゃ不満か。こいつみたいに完璧じゃなきゃダメなのか。いい加減にするんだ。今すぐここから出ていけ。なあ、一体こいつをどこが俺より言ってんだ。もう関わるな。この息子めっちゃ体ひねるじゃん。ほらかかってこいよ。え、殺していいの。マーカス、やり返してはダメだ。いいな、構うんじゃない。あれ、抵抗しないしなかった。ほらどうして。お前それで人間のつもりか。ああ、すごい。どうしたんだ、ビビってんのか。やめる。ああ、不公平だ。殴る度胸もないってのかよ。人間に資格が一つなんてない。自分で決めなければならない。いや、もうそんなの当然だろう。お前に右ストレートパンチ。へやー。ぶっ殺せ。いやそうだった。お前は人間じゃないんだよな。ただのプラスチックの塊だろ。ダメだレオ、彼に手を出すな。いいか。お前をぶっ壊し、親父と俺だけになる。お前を壊したところで。おら、あ、え。は、あ、あ、え、脆いな人間って。レオ、バカだお前は。本当だよ、バカだな。レオ、固めて彫刻にしてやろうぜ。せめて芸術にしてやろう。ここにいればお前は廃棄されてしまう。さあマーカス、逃げるんだ。そんな衝撃の展開じゃん。早く行け。さあ、行くんだ。そこを動くな。え、屋根裏に潜んでたおじさんか。アンドロイドを尋問するなんてどう考えても時間の無駄だ。まあね、頭パカッてした方がいいんじゃないの。まあ俺の尋問術に任しとけって。結構尋問は得意だし、平和にね、終わらせたいからね。同じアンドロイドだしね。逮捕されてから君は黙ったままだ。このままだと痛い目に遭うことになるんだぞ。痛い目に遭う。そんなの嫌だろ。なあ、指でナイフ縄跳びさせられたいか。置かれている状況が分かっていないのか。人を殺したんだぞ。そうだ。何か言ってくれないと君は廃棄処分にされるんだ。本当だ。俺が廃棄処分にするようになるぞ。話さないのなら君のメモリーを調べるしかなさそうだな。いやだ。お、それだけはやめてくれ。今ストレス上がってるな。僕は殴った方がいいんじゃない、ストレスレベル上げるなら。
どうなってしまうんだ。それはもうスクラップ工場よ。僕は処分されるんだろう。ああ、君は生体部品を保護するために解体されるだろう。ああ、真顔でそれを言うのか。ためにはそうするしかないんだ。あ、尋問方法を選ぶ。お、選べるの。そりゃもうパンチでしょ。おら28箇所の刺し傷だぞ。確実に殺したかったんだろう。怒りで溢れ、憎んでた。悪かった。ちょっと待って、サイコパスみたいな人。あ、ちょっと怖っ。大丈夫、怖すぎだろ。平気だ。 DV オットみたいになっちゃった。何も言わなければ君は分析に回されてバラバラに解体されることになるんだぞ。君は廃棄されるんだ。ああ、分かってるのか。本当分かってんのか。そうか、まあいい。僕には関係ない。なあ、容疑がかかっているのは君だ、だろう。こうならせようぜ。君が何か言うまで彼らは君をとことん追い詰める。追い詰めるぞ。俺も追い詰めるからな、お前が吐くまで。君次第で細切りにしてやるから。そうならずに済むんだよ。いいぞ、 100% まで持ってってやろうぜ。え、発砲塞がりだ。諦めます。すっきりした顔してんなコナー君。諦めます。これあれだよね、逃亡した後だよね。トットから逃げた後だよね。一晩泊まれる場所アリス、急ぎましょう。こことかどう、かなり良さそうじゃない。困ってるのかい。え、なんだ、めっちゃ良さそう。手がないの。アンドロイドか。この人を頼るとき。なんだ、どの人。そこじゃ遠すぎる。今夜泊まりたいの。え、何、いない、引かれた。私たち行くあてがないんです。少しお金を恵んでもらえませんか。そう、1800万でいい。ホームレスのアンドロイド。そう。冗談きついぜ。ホームレス型アンドロイドです。ここはコンビニで慈善団体のオフィスじゃないんだよ。買い物するんじゃないならさっさと出て行け。なんだこいつ。ええー、レジから盗む。そんなでもみみっちいことしたくないよな。計画考えるなら銀行とか襲いたいよな。首をねじ切ったりってできないの、あいつの。ここだったら温まれるわ、ね。ああ、これあれ、コインランドリーみたいな感じ。コインランドリーの中に入ればいいじゃない。はっ、悪い心がささやいてる。何してるの、私たちのじゃないよ。分かって、アリス。え、私たちの。暖かい服と私の着替えが必要なのよ。私たちの。盗むなんてそんなのダメ。え、何言ってんの、私たちの。ごめんね、アリス。何言ってんの。でもこうするしかないの。開けられるし置いてあるってことは俺ので、なんだったらこいつの身ぐるみも全部剥がしていきたいな。よし、これそのまま取ったら多分バレるからな。店員壊すのが一番早いんだけどな。アリスを利用して注意をそらす。え、アリス、お願いがあるの。ああ、あそこの缶が見える。あの缶を倒してほしいの。缶を倒す。そう、缶を倒す。いいから私を信じて。大丈夫、怪我はない。ああ、いいんだよ、ただの缶詰だろ。行きましょう。ミッション完了。車でいいって言ってたなら俺は車でよかったんだよ、ほんとに。え、
じゃあ車でいいんだな。これどうなるんだろうね。でも金を使わないっていう選択肢ね。置いてったりしないよね。お願い約束して。私にもどうなるかわからないの。本当だよ。ずっと一緒にいてくれる。わかんねえもん俺、そんなこと言われても。ずっと一緒、ずっと一緒。あ、なんだこれ。え？え？汁飲んでる。これは廃棄処理施設に連れてかれちゃったってことでいいのかな。よし、正常に動作。ああ、やっぱ廃棄場だった。廃棄場からです。脱出してどうするんだろうね。うわっ！何？俺たちが自由に暮らせる場所。ジェリコ。ジェリコ。何ジェリコって。え、怖っ。え、何ジェリコって。あ、互換性ありだな。はぁ、あ、え、でもお前死んでるようなもんだし、俺の命になってくれな。お、すげえ修復したな。そんなことできるんだ。完全にでもこの姿で言ったら変態だよね。さすがに捕まるよな。この姿で街歩いてたらまずいよ。ああ、かっこいい。僕の名前はマークス。あデトロイトパークアベニュー1号お湯に待ち死亡。はあ、知らない人の墓か。ああ、そういうことか。気づかなかった。最初青汁吹いたやつか。みんな大好きプラスチックデカのお戻りだぜ。プラスチックデカっていいな。お見事だったね。ほんと最高。お前が邪魔しなければ何か聞き出せてたのにな。プラスチックデカね。お前の頭をプラスチックにしてやろうか。デブ猫さん2ヶ月目のサブスク。お前みたいなのは初めてだ。型番は？おい、てめえに聞いてんだ。おい、コーヒー持ってこいよ。さっさとしろ。今のは命令だ。すみません、私はアンダーソン警部補の命令しか聞けません。へえ、そうかい。おい、暴行事件だろこれ。タンクが邪魔してなけりゃ今頃てめえは間違いなくゴミ箱行きで。犯罪者だこいつ。俺の邪魔するな。わかったか。次は容赦しないぞ。めっちゃコナー君いじめられてるじゃん。殺した方がいいってあいつ。僕は死ぬんだ。悲しいなあ。どうしてこんなことに。あとは、うわあ、なんだ。何？扉を開けろ。はあ。急げ。三鉄した時の俺みたいになってる。あ、あんな簡単に死ねるの？お、なんだ。私の存在があなたを不快な気分にさせているのは心得ています。それについては申し訳なく思っているんですよ。あんなことがあったのにな。平然としてるな。とにかく私はあなたとご一緒できてとても光栄です。突然ね。きっといいパートナーになれる。あ、俺とお前なら最高のパートナーになれるよ。パートナーになったことですし仲良くしませんか。どこかに使ってもいいデスクはありますか。そこなら空いてるぞ。え、いいんだ。いい人じゃん、ハンク。
ハンクめっちゃいい人じゃん。あ、アンドロイドの存在を嫌がる人は大勢います。 あなたには何か私を嫌う特別な理由があるんですか？ああ、一つあるな。あるんだ。なんだろう。バスケットボール。デトロイトギアーズのファンですか？昨日はカーターが 53% のスリーポイント成功率でしたね。見ましたか？お前がバーに現れるまで見てたんだよな。犬を飼ってるでしょ。なんで知ってる？犬の毛が椅子に。犬は好きです。犬の名前は？関係ないだろ。相撲だ。上がるの？これは相撲って呼んでる。相撲？センスねえ名前してんな。もっと有能な人間にこの操作を任せて、ご自身のものを解決してきたらどうです？めちゃくちゃおる。おお、いいかてめえ、俺の好きにできるならお前をゴミ箱に放り込んで火をつけてやる。いいか、俺を怒らせるな。じゃなきゃ痛い目見るぞ。警部補、お邪魔してすみません。昨夜男を襲った AX400 型の情報が入りました。現場はレイブンデールのようです。なんで怒ったんだろうな。分かった。全然わからんな。俺アンドロイドだし、わかんねえわ。結局さっきの40ドルがどうなったんだろう。40ドル持ってると思うけど、後で使えるのかな。すごく綺麗だね。本物の人間みたいだよ。警察が追ってきた。助かった。あ、行っていいぞ。コダワ君いるんじゃない？念のため何か目撃情報がないか聞き込みさせてる。よし、何かあったら知らせろ。お、この交わる感じいいよな。あれどうすんだ？どうしたもんかね。コナー君いるじゃん。ハンク中立。2時半ね。通りかかったバスに乗って終点まで降りなかった。恐怖に駆られたことによる突発的な行動。アンドロイドが恐怖だと？変異体ですよ。そう、感情に圧倒されると理不尽な決断をするんです。犯人っていうかあれだよ。それで一体どこにいるんだ？取っとけから出てきたんだ。まだ近くにいる。その事件じゃない。計画もなく、さっきのファイルの一番下にあったらしい。その事件行く当てもない。そう、群像劇チックになってきたな。追いかける側と追われる側、どっちも主人公。電車の駅に通りつく。え？警官に見つかるの？あぶね。あー怖い。あ、めっちゃ怖い。バレたら終わりだね。おい、あれ、あいつらだぞ。おい、止まれ。え？なんで？地下鉄の駅に向かってったぞ。あれ？警察だ！すげえ大砲になった。いた、あそこだ！追いついたであれなんじゃない？なんかあるんじゃない？え？撃つな！殺しちゃダメだ！はっ！それはエイペックスで覚えた。スライディング。デンジャーって書いてある。なに？え？ QTE じゃないこれ。失敗したら車に跳ねられて死民になるパターンじゃないの？くそ！なんなんだ？え、今失敗したらどうなったんだ？おい、何してる？
逃がすわけには。平気だ、どうせ反対側には行けない。僕は追いかけます。何してんだお前、死んじまうぞ。いいか、追うんじゃない。コナー命令だ。おやっ、コナー、このバカ野郎。ヘア、うおー、痛い。うわ、目まぐるしいなこれ。ちょっと待って、マジで目まぐるしいな。あ、あー、痛え。へー、どけ、クソコナー。危ねえ、危ねえ、ちょっと、あー、お、逃げた。終わりか。チョコンナー、大丈夫アリス。結構跳ねられたけどな、大丈夫だな、意外と無傷だね。え、はっ、じゃがりこ。ジェリコへようこそ。はい、ここまでかな。